子がね。なんか照れるぽい。五感撮影珍しかやろ。ずーっとうちと咲くやで二人きりやけん。そうだね、まるでデートみたいだ。もうさくや、面白がっとるとやろ。いや、心外だな。私はいつだって真剣なのに。さ、次は浜辺の方に移動だ。行こうか。うん。小金。手を。砂浜は足元が不安定だからね。はい。今何を考えているのかな。そうだな、小金と同じようなことだよ。今この目に見えている全てを心に焼き付けておきたいとね。ありがとう。私もお気に入りなんだ。穏やかで素晴らしいひとときを過ごせた撮影でね。その時の空気がそのまま閉じ込められているようで、アンティーカ全員が揃った時の賑やかな空気感も大好きだけれど、こうして一人のメンバーとじっくり向き合うのもいいものだね。大切な相手だからこそもっと深く知りたいと私は思う。もちろんあなたのこともね。